館長は想像したよりずっと可愛らしい。私の想像が気になるの？あのふわふわした雲、私に似てると思わない？仕事が終わったら有給ちょうだいよね。私の出自は、私を呼んでる。少なくとも賢い判断です。動かないで、ちょっとこっちを。あの白い髪の、目標はこの先にいるの。
迷った時は少し休みましょう。過去の物語は消えない星の光だ。目標はこの先にいるのだ。これで大体片付いたわね。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば百人力だわ。百人力って、私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。ほんと、そんなこと言うのキアナちゃんだけよ。ウォーミングアップの時間だね。位置についたわ。その程度。火力全開、ファイヤー。
過去の物語は消えない星の光に任せて。ついてきて。出発の時間だよ。ついてきて。ついてきて。すぐに片付けるよ。ついてきて。出発の時間だよ。このお金でより意味のあることをしよう。急がなくては。解読完了。ブローニャちゃん、よかった。あなたも無事だったのね。メイ姉様。
迷った時は少し休みましょう。すぐに片付けるわ。任せて。ついてきて。急いで。このお金でより意味のあることをしよう。美しさを知った者は世界を変える力を掌握する必要がある。パスワードロック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス、いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ。異常ないはず。ネゲントロピーの特殊戦闘機構解読完了。
美しさを知った者は世界を変える力を掌握する必要がある。急ぎましょう。愛と信念はこの世界で最も強い力。環境はクリア。重装ウサギ一級し、メインコントロールシステムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして？みんなの期待を裏切らないわ。嫌よ、あんなスパムメール誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブロイネちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。あ、メイ先輩。アクセス権限承認、目的地をセーフレイヤ学園に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。何が起きたの？クローニャ！スパムフリーシステム、強制コントロールシステム再起動。最高権限指令、入力確認。周囲の敵を排除します。力を掌握する必要がある。
標はこの雷鳴軍。信念はこの世界で最も強い。はっ、倒れてしない。ブローニャちゃん、しっかりして。メイ姉様、どうかしましたか？よかった、目を覚ましたのね。ブローニャ、まさかブローニャのチップが制御不能になったのでは？通信が回復したの？ブローニャ大丈夫？ブローニャは大丈夫です。ですが姫子少佐、学園に戻ったらブローニャに精密検査をしてください。ブローニャはもうみんなの足を引っ張りたくありません。全部クリア。さすがね、褒めてあげる。